はい、カマキン。うん、前回陰陽編のエンディングを漁りまくりましたね。ということで今回からはまた別の編、別の何々編を読もうと思います。これ今最初から回してるんですけど、そこの分岐まで飛びますね。あ、名前どうしよう。レイコマルもいいなって思ったけど、やっぱトールとマリの方がちょっと馴染みがあるなって思ったから、トールに戻すね。ひらがなトールにしよう。僕の名前はトール。そして僕の彼女、いや彼女と言えるかどうかわからないが、僕のとても大切な人もそのゲームに登場している。彼女の名前は、これもね、ちょっとマリーにしたことでちょっと言いにくい感じあったから、はい、じゃあガールフレンドの名前はマリピ。オッケー。気分です、気分。彼女の名前はマリピ。僕とマリピは以前同じ大学の同級生だった。あだ名で呼んでるみたいなノリね。ほい、2章まで飛んできました。船長さんと会話しているところ、僕は船長さんに尋ねた。ここの選択肢でまず A を選ぶのかな。選んでからの島の話になった時に、ここか。ここで C を選ぶと、新しいとこ行けるっぽいです。C、気になるな、そう思いませんか、小林さん。僕は小林さんに同意を求めた。島の噂。僕は小林さんに同意を求めた。私は釣りができれば満足なんだが。確かにあの島のことは何も知らないからね。ほんまか？ほんとか、こいつ。今回嫁の話出てこないのかな。どうなんですか船長さん。しばらくして船長さんは重い口を開いた。あの島は三日月の形をしとるから本当は三日月島って言うんだが、わしら土地の者はみんな天国島って呼んどるよ。え、全く新しい話出てきた。今までその3文字出てきたことなかったよね。天国島、いい名前じゃないか。バカンスっぽいね。なんか何をもったいぶっているんだろう。江戸時代あの島には底虫村という小さな村があったんだが廃村になっちまった。底虫村、理由はよく知らん。その後長い間無人島になっていたんだが、明治の頃この地方の旧家で男爵にまでなった岸猿家があの島に別荘を建てたんだ。岸猿家が台頭する昔に底虫村っていう小さな村があったのね。別荘とは豪儀な話だ。豪儀ってあんま言わんな。岸猿家は大変な財産家だったらしい。特に明治になり紡績事業を始めた頃には大きな工場の建設や各地から何百人という奉公人を集めるなどして大層な羽振りだったそうだ。岸猿家のお金持ち設定は変わらず、文明開化の波に乗ったわけですね。僕は分かったような口を聞いた。文明開化はもっと都心の方じゃないの。ところが昭和に入ってから岸猿家の当主だった岸猿伊右衛門という男が急に変なことに興味を持ち出してな。変なこと、うん、不老不死だ。人間一生かかっても使い切れないほど金が儲かり、名誉も地位も得てしまうとろくなことを考えん。まあ成金なんだろうな。しかし不老不死とは、岸猿伊右衛門は大勢の奉公人を世界中に派遣してな、怪しげな薬だの書物だのを集めたが、これはというものは見つからなかったらしい。マジ暇人だね。すごいね、世界中に派遣できるほどだったのか。あの島の別荘が一番にぎわっていたのはちょうどその頃だ。僕は島を見たが、さすがにここからだと別荘は見えなかった。伊右衛門は10人ほどの奉公人と家族と共にあの別荘にこもり、金に明かせた豪奢な暮らしを始めた。来世のことはわからない。生きているうちにこの世に天国を作ってしまおうというわけだ。あー、それで天国島にしたの？改名したの？土地の者は嫌味を込めて天国島と呼んだ。あー、そういうことか。揶揄されてたんだ。なるほど、それで天国島か。そうやって金に明かせた暮らしをしながら、不老不死の研究にも余念がなかったそうだが、そのうちにぷっつりと消息を聞かなくなった。不老不死の研究とか言ってね、今も日本のどっかにはいるのかな。寿命を伸ばすぐらいだったらいるけどね。心配した番頭が訪ねていくと別荘は荒れ放題。人の影はどこにもなかったそうだ。え？消えたってこと？
マリピが口を挟んだマリピ、別に マリって呼んでもいいけどな、どうしよっかな。ほんとノリだけでマリピにしちゃったな。マリで一回呼ぶときはマリーセレスト号みたいですね。お、マリマリじゃん。A、 知らない言葉だったが僕はあえて意味を尋ねなかった。 B、 僕は聞きとがめた。なんだいそのマリなんとかってマリに似てるねって。マリーセレスト号ってあれでしょ、あの人が消えちゃった船でしょ昔の。じゃあ一応聞いとこうか。 B にするね。なんだいそのマリなんとかって。うん、有名な事件よ。知らないの？知らない。確か19世紀後半の話だったと思うわ。マリーセレスト号という貨物船が船長とその奥さんを含む10人の乗員と共にニューヨークを出発したの。うん、奥さんもいたんだ。だけど他の船に発見された時には誰も乗っていなかったのよね。死体もなかったのかい？ええ、船の状態も良好だったし、海賊に襲われたような形跡も病気が蔓延したような様子もなかったの。まあ病気蔓延してたとしてもな、姿まで消えないもんね。なのに10人の乗員は自主的に船を離れたとしか見えなかったんですって。不思議な話でしょ。そうそう、なんだっけ、あの食事とかも途中で残ってたみたいな話じゃなかったっけ。僕は言った。あーすごい、どん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 新しいの出てくる。 A、 怪獣にでも襲われたのかな。 B、 海蛇か何かにでも襲われたのかな。 C、 ダイオウイカにでも襲われたのかな。 D、 ウーマにでも襲われたのかな。全部アホ。もう好きなのを選びって感じだよな。じゃあ D にするね。ウーマにでも襲われたのかな。まあ UFO ね、宇宙人とか。馬？どうして海に馬がいるのよ。あ、タツノオトシゴのこと伝わってないじゃん。違うよ、何にも知らないんだな。ウーマっていうのは UMA って書くんだけど、未確認動物のことでさ。いや、マリーセレスト号を知らなかったやつに言われたくない僕が、トクトクとして説明を始めようとすると、あれはユーマっていうのよ。知ってた？あ、そっか、ウーマって言ってたか。そっかそっか、私もなんか引っかかっちゃった今。ユーマだね、確かに。マリピは船長さんの方に向き直った。船長さん、話の続きを聞かせてください。もうこの二人の力関係は一生ひっくり返らないよね一生このまま。キシザル家の事業もやはり当主がおらんではうまくいかなくてな。太平洋戦争が始まる直前にとうとう潰れてしまった。うん、工場も自宅も人手に渡り、残ったのはあの別荘だけだ。結局あの島はまた無人島に戻ったんだが、最近になってその別荘をアビコとかいうバカが買い付けたというわけだ。ああ、じゃあやっぱでもこのルートではアビコさんイコール三木本さんとは限らないよな。結局アビコは買ったのね。竹丸、じゃあ僕たちが今から行くのはその別荘。僕はいっぺんに暗い気分になった。岸猿家の当主をはじめ多くの人が消えた建物だ。そこに泊まるなんてとても正常な神経では考えられないね。なんかちょっと人体実験っぽい感じするよね。そう言おうと口を開きかけた時、マリが言った。あら、もしかしたら消えた人たちの謎解きができるかもしれないわね。マリーセレスト号の謎もと解明できたりして、ワクワクしてこない？トールなんかでもマリのこのノリすごい好きなんだよね。なんか探求心にあふれてるっていうか。そうだね、ワクワクしてくるな。そしてそれに無理やり合わせるトール。僕は心にもないセリフを口にした。あの島には妙なわらべ歌が残っていてな、江戸時代に歌われていたんだろうが。お、わらべ歌も生きてんのかな。ここでわらべ歌聞きたいか。そうですね全然聞きたくなさそう。船長さんは歌い始めた。うん、お、出た！サコムシ村編。今回これを読みたいなと思って。虫って三つの虫で虫なんだね。うわー怖っ。フィルムみたいになってる。え？フルボイス。フルコーラス。
ミノムシ。うん。え、怖い。ミノムシブラリンシャン。ミノムシ食ったっていう歌？でけぬ。うん。え？食べた側が捨てられるの？これ3番あるな、絶対。ブンツブンブンブッブッブンブン。田島の森？見つけねばよかったってすごいうまくはめましたね。食べたら生きるぞ、万万年。何それ、虫食う歌じゃん。気性、気味が悪い歌ね、ほんとね。ちょっと動物の森感あったけどね。タヌキチが歌ってるみたいな。マリピは率直に感想を漏らした。僕も同感だったが、興味も惹かれたので歌詞を手帳にメモすることにした。謎にマメなんだよな。暗記は苦手なんだ。僕は言い訳のように言った。まあメモの習慣はいいんじゃない？船長さんは舵を取りながら手帳をひょいと覗き込んで漢字などを教えてくれた。優しい。でもどうしてあの島のことにそんなに詳しいんですか？僕の質問に船長さんはあっさりと答えた。わしのひいばあさんはあの島の出だ。江戸の末頃にこっちに移ったんだ。道理で詳しいわけだ。ひいばあさんってことはちょうど岸猿の頃かな。しかしあんたたちも物好きというか大胆というか、何も好き好んでこんな日に行かんでも。もう何回ループしてもかまいたちの日は避けられないんだね、うちら。こんな日？今日は何かあるんですか？船長さんは僕の顔をまじまじと見つめた。あんたたち、本当に何も知らんようだな。今日は。船長さんは狸顔をしかめた。何周もしてようやく知ったけど、狸顔だったんだ、船長さん。有村架純も狸顔って言うけどね。かまいたちの夜だ。可愛いんじゃね、もしかして船長さん。僕とマリピは顔を見合わせた。でもそれってゲームソフトのタイトルじゃないんですか？この辺は一緒かな、大体。教えてくれなかった。うん。内湾に入ると小洞窟が見えた。洞窟だね。あ、ちょっと違う。あの洞窟は、マサイ洞といってな。昔、異形の怪物が住んでいたという伝説がある。そんな伝説知らなかったぞ。マサイ洞。マサイ族。異形の怪物？なんだかすごそう。どんな怪物なんですか？マリは興味津々の目つきになった。ねえ、私もすっごく気になる。怪物の姿を見た者はいない。というのも、怪物に出会った人間は一人残らず殺されてしまうからだそうだ。はあ。じゃあどうしてそこに怪物がいるって分かったのかしら。さあ、とにかく江戸時代に底虫村を全滅させたのもその怪物だという者もおる。おお。誰一人生き残らなかったという話だ。なんか怪談のよくあるパターンだよね。登場人物が死んだことになってて、じゃあそれどうやって知ったのみたいな怪談いっぱいあるよね、なんか。じゃあ誰がその話を伝えたのかしら。さあ、船長さんは顔を背けた。いやでもこういうの教えてくれる人いいな。僕とマリピは顔を見合わせ、クスクスと笑った。楽しいじゃん。もしかして今もそれがいるのかもみたいなね、そわそわ感。船がハーバーに接岸すると、マリは真っ先に桟橋に降りた。小林さんまた酔ってんのかな？僕はヨロヨロとその後に続く。お、風はふり波はふりじゃん。ハーバーから館までの途中、道から少し引っ込んだところに鳥居があった。木製の鳥居。お、あ、違う、縄張り？網張り？神社。ごめん、私、縄と網、未だにごっちゃになるんだ。鳥居に掲げられた額の文字は、そう読めた。
アミハリ神社って読むんですかね。僕が言うと小林さんが答えた。アバリー神社かもしれんな。あ、じゃあ縄じゃなくて網だったか。アミハリとわしらは簡単に読んどるが、正式な読み方はわしも知らん。うん。船長さんは言った。じゃあ言いやすい方でアミハリでいいや。アバリもなかなか味のある言葉だがね。ね、かっこいいよね。僕と小林さんのやりとりを聞いていたマリが話に乗ってきた。きっと漁師の人たちが網で魚がたくさん取れるようにお願いするのよ。あー、なんか漁村、アビコ村が漁村だったみたいな話はちらっと出たけど。A、そうなんですか？僕は船長さんに尋ねてみた。 B、ふーん、僕はさほど興味も惹かれなかったのでそのまま通り過ぎようとした。C、ちょっとお参りしていこうか。僕は鳥居の方に進もうとした。お参りしていきたい。 C にする。うん、やだ通る、お参りだなんて年寄り臭いわね。そう？よくない？別に。マリがからかうように言った。何言ってんだよ、神社仏閣に参拝するのは日本古来の習慣じゃないか。そうだぞ、最近は趣味でやってる人もいっぱいいるんだぞ。じゃあ一人で行けば、私は遠慮しとくわ。え、マジで？なんかちょっとこのルートのマリちょっと嫌な女だな。まあ興味なかったのかな。すると船長さんが太い声で言った。ちょいと寄っていく方がいい。前の船で来た人間にもお参りさせたんだ。あ、そうなんだ。今日だからっていうのもあんのかな。え、どうしてですか？マリが聞き返す。いや、その、島にいる間無事に過ごせるようにとお祈りしておいた方がいいと思ってな。なんかもう無事じゃ済まないだろうなって思ってんじゃん、船長。なんとなく言葉の歯切れが悪い。この神社は今は宮司もおらず荒れ果てとるが、もともとこの島の守り神だった。あ、そのかまいたちの夜が来る前に参っておくのはいい思案だと思う。かまいたちの夜。船長さんはさっきの謎めいた言葉を口にした。僕たちは船長さんを先頭に今にも崩れ落ちそうな鳥居をくぐった。ねえ、そんな大事にされてるんだったらもうちょっとメンテナンスした方がって思うんだけど、する人いるのかな？鳥居の柱に無数の蜘蛛の巣が貼られている。気色悪いね。周囲の立ち木にも半透明の網が何重にも層を重ねている。やたらと蜘蛛の巣が多い神社だ。わあ、なんか新しい絵いっぱいあるね、今回。本殿の前で柏手を打った。二礼二拍手一礼ね。薄目で横を見ると、マリピは 何事か熱心にお祈りしている。僕も慌てて口の中で願い事を唱えた。ピュアだな。この旅行中に、マリピともっ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 と親密な関係になれますように。かわいい。ちょっとかわいいじゃん。なれるといいね。いいな。お祈りを終えた僕は本殿の傍らにある石碑を見た。うん。あ、でだ。祭神、八つかはぎ。竹見な方の神じゃなくなってる。神様変わった。これちょっと写真撮っとこう。これ待ち受けにしよう。冗談ね。聞いたことのない名前の神様だな。僕が言うと船長さんが笑った。知らんのも無理はないが、土雲というのを聞いたことがあるか。なんか今回あれだね、なんか虫系の話っぽいね、なんとなく。やだな。ちょっと私虫苦手なんだよな。いえ全然。僕はあっさり答えた。 B、 A、 もちろん。僕は強くうなずいた。 C、 いや、その僕はもじもじと言った。なんか違いあんのかね、これは。まあ雲かなっていう予測はつくけど、知らん体で行こうか。 いえ全然。船長さんはがっくりとなった。トール、ほら日本神話に出てきたじゃない、ヤマトタケルの。あんたはなかなかわかっとるようだな。待って、それで言うと私全然わかんなかった。日本神話なの？船長さんはマリに向かってうなずいた。八つかはぎは八つかはぎとも書くわ。はぎってこれすねっていう字かな。足の膝から下が80センチもあるという意味を。
美脚美脚長い、つまり足がすっごく長いということね。へえ、昔にもモデルみたいなやつがいたんだね。そうじゃないわよ、ヤツカハギ、ヤツカハギというのは土蜘蛛の別称なの。あ、土蜘蛛の字が違う。要するに土に住む大きな蜘蛛のことなのよ。ああそうなんだ、それを祀ってんの。なるほど、蜘蛛は足が長い。うわ、いやーなんか怖いな、ちょっと虫苦手だからこの話大丈夫かな。日立の国不動記には土蜘蛛が穴の中に住んで人が来たら隠れると書いてあるの。ほう。マリは饒舌になった。日本神話好きなのかな。豊後の国不動記には景行天皇が九州征伐をした時、岩屋に住む土蜘蛛を木槌で殺したとあるし、陸奥の国不動記には景行天皇の息子の大和武が8匹の土蜘蛛を退治したとあるの。わ、なんか本当にありそうだなこの辺。日本神話とか全く触れたことない。大和武はね、なんか聞いたことはあるっていうぐらいだけど、天皇の息子なんだ。へえ、初めて聞いたね。つまり古代日本にはたくさん土蜘蛛がいたのよ。僕はすっかり感心した。マリが民族学を専攻していたのは知っていたが、こんなに詳しいとは思わなかった。あ、民族学なんだ。こうした土蜘蛛の類は実は結居生活をしていた先住民族のことなの。え？どういうこと？大和朝廷に逆らったということで滅ぼされた熊祖や恵美氏なんかと同じよ。恵美氏ってなんだっけ？あ、恵美氏ってこの字か。これはなんかギリギリ歴史で見たような。マジでこの辺本当に苦手なんだよな。まあそういう朝廷に反対する人たちってことでいいかな。ふーん。でもどうしてそんな先住民族を神様にして祀ってあるんだろう。ねえ。それは、口ごもるマリに船長さんが助け船を出した。船長さんのマリへの株高そうだな。なんだかわからんが、この島の者は昔から雲を神聖視しとった。神様のお使いだと言うてな。わしもよくばあさんから朝雲殺すと一生貧乏、夜雲殺すと一生不幸と言われたもんだ。なんか朝雲は聞いたことあるけど夜もダメなんだ。船長さんが言うと小林さんまでが顔を上げ苦しそうに言った。征服者が勢力を広げるために惨殺した非征服民族のたたりを恐れて彼らを神として祀るというのはままあることだ。惨殺しといて祀るのか。おそらくこの神社も。どうしてみんなそんなによく知ってるんだ。いや本当だよね。ここばっかりはちょっとトールに同感だな。僕は一人に取り残されたような気分になった。大丈夫、あのレイコもだいぶ取り残されてるから。え、知ってる？みんなこれ普通にわかんないんだけど。船長さんが本殿の扉を開いた。え、これなんかまたカマ拝借すんじゃないの。あ、でも拝借はしてないか。前もカビ臭い匂いが押し寄せてきて、僕は思わず咳き込んだ。勝手に開けてもいいんですか？構わん。宮司もおらんのだからな。あ、動いた。そう言って船長さんは建物の中に入っていった。この辺こんなに緑豊かだったっけ？え、変わってるのかな？マリもその後に続く。うん。中に入ると、いきなり蜘蛛の巣が口に飛び込んできた。え？マジで？確かに蜘蛛の巣多いね。カマないのかな、今回。ペッペッ。すごい蜘蛛の巣だわ。マリは髪の毛にへばりついた巣を剥がそうと悪戦苦闘している。船長さんは慣れてるのか涼しい顔だ。顔につきまくってんじゃないの。小林さんはと振り返ると、本殿の外から手を振っていた。私は遠慮しておくよ。まだ吐き気がするからね。ああ、そっか。船酔いね。小林さんのキャラ付け。足元で床がギシギシと嫌な音を立てる。僕は腐った床が抜けそうな気がして、恐る恐るすり足で歩いた。中は湿気がこもっていて、ジメジメと暗い。うわ、なんか嫌な音する。カサカサカサ。
闇の中から何かが走り回ってる音が聞こえてくる。ネズミだろうか、それとも何かを踏んづけたと思ったら、それが靴の下でモニョモニョと動いた。ね、気持ち悪い。大丈夫か今回。あいや思わず大声を上げて足を上げた。やだ、本当にやだな。足を広げると20センチもある大きな雲だ。でもなんか雲ならまだギリかな。ギリだと思う。 A、 僕の足は勝手に動いていた。 B、 こいつめ、僕はその雲を踏みつけようとした。 C、 マリピー、僕は思わずマリピーに抱きついた。 C にしよう。緩和しよう。何してんのトール、行くわよ。え、気がつくと僕が抱きついたのは神殿の柱だった。あら、クソエームじゃん。しかも目の前の位置にもっと大きな雲が。え、最悪。ひゃー。僕は自分でも恥ずかしいほどの大きな声で悲鳴を上げると柱を離した。いやー、まあまるでお化け屋敷だね。僕は照れ隠しに話しかけたが、マリピはそれを無視して神殿の奥を指さした。もうマリとのいい感じのルートは期待できないかもしれない。ダメかもしれない。ほら見て、こんな剣があるの。へえ、剣。あ、ほんとだ、サビサビじゃん。その剣は正面の台の上に置かれていた。元は美しい装飾を施されていたのだろうが、今は薄汚れてしまっている。もう錆びついてて使えないかもね。どうだろうね、紐ぐらい切れんじゃね。剣の後ろに大きな絵馬が飾られている。おー、なんか武将が書いてあるね。すごい警戒色だけど。ヒゲ面の武人のような人が剣を抜いている図だ。この人は、僕が尋ねると船長さんは言った。雷光さんだ。麗子と雷光でコンビ組む？雷光さん？何の神様ですか？知らん。わしもばあさんにそう教わっただけでな。まあなんか、予測できるのは雷の光とかかな。船長さんは頭をかいた。うん、柏で。僕たちはその絵馬と剣に2杯2拍手1杯した後、神殿の外に出た。2礼2拍手1礼とどう違うんだろうな。一緒か。神社を出た僕たちは体中にまとわりついた蜘蛛の巣を拭いながら上り坂を急いだ。なんか虫に関係する話だからなのか、すごい緑が豊かな感じがする。いつものルートより。なんとなく。船長さんが指さす。この丘を越えたらすぐに館だ。あ！僕は思わず叫んだ。あ！泉！湖だ。懐かしい。丘の頂上に木々に囲まれた小さい湖があった。釣り小屋あるかな？たっぷり汗をかいたところに、湖面を渡ってくる冷たい風が心地よかった。これ懐かしいね。わらべ歌編に出てきたよね。僕はやっと人心地ついた。小林さんにも笑顔が戻った。いいポイントだらけだ。魚もすれてないだろうし、入れ食いになるんじゃないか？大物がいそうだな。あ、懐かしい。これ釣りに行くパターンじゃない？もしかして。どうなんだろう？ちょっと。あ、違うね。ちょっと違う。この湖は、伊右衛門湖という、伊右衛門湖でいいかな。古くからあるんだが、岸猿家の当主が自分の名前を付けたということだ。わしは釣りはせんから、何がいるかは知らん。そう言うと船長さんは促すように腕を振った。さあ行こうか。僕たちは湖を後にした。あーよかった、釣りしなかった。釣りルート行っちゃうかと思った。見て、どうしたの？マリピが指さした方向を見ると、そこには黒い壁のようなものがあった。あ、出た出た、湾曲した背の高い黒い壁。その後ろに壁よりもまだ高い巨大な建造物が見える。相当強固だからねこれ。あれは防波壁だ。この辺りは波が荒いし暴風も吹くからな。その内側にあるのがあんたたちが泊まる館だ。あとは勝手に行きな。わしの仕事はここまでだ。やれやれ、やっと最終便が終わった。帰るとするか。最終便ね。でも逆にここまでついてきてくれんの優しいけどね。それだけ言うと船長さんはそそくさと引き上げていく。お気をつけて、お足元気をつけて。船長さん、どういうことですか？僕は足早に引き返していく彼の後を追った。何がだ？
さっきから聞いてたら変なことばっかり言うじゃないですか。何のことだ。かまいたちの夜が来るとか、お前たちは何も知らないとか、船長さんは僕たちが知らない何かを知っていて、それを隠してるんじゃないでしょうね。まあ引き止める義理もないしな、船長さん。仕事だからな。ははまさか。わしはいろいろ忙しいのでこれで失礼する。明日の夕方には迎えに来るからな。まあでも知ってて隠してるとも言えるか。船長さんは話を無理やり終わらせると再び今来た方角を向いたが、2、3歩歩きかけて独り言のようにぼそりと言った。気をつけることだ。かまいたちの夜にはあれが目覚めるというぞ。あ、やっぱちょっと悪意あるわこの船長さん。教えてよなんか。悪いな船長さん。明日の夕方生き残ってるかなみたいな。あれって何のことです。常世の虫だよ。とにかく無事を祈る。それじゃ。いや怖ー。船長さんは逃げるように言ってしまった。何のことだかさっぱりわからない。僕は仕方なく肩をすくめると丘を下った。やだなー。あれ、あ、いや、こんなもんか。なんかさ、館の周りの風景がさ、毎回違って見えるんだよね。一緒なんだろうけど。この扉を閉めれば、館は壁に完全に囲まれる。どんな大波や嵐が来ても大丈夫というわけだな。うん、それは信用できる。水で埋めても大丈夫なくらいだからな。小林さんが感心したように言った。僕たちは門をくぐった。うん。汚いね、相変わらず。あ、どうしました小林さん。いや、そのそろそろ老眼かな。小林さんは何度も目をこすって首をかしげている。でも小林さんってどのルートに行ってもなんかちょっと大事なことに気づくよね。泉の中に何か見えたんですか。なんていうか、その人の顔みたいなものが。嘘、人の顔。僕も泉を覗き込んでみたが、魚しかいない。ええ、誰もいませんよ。きっとそこの岩か何かを見間違えたんじゃないですか。B、誰もいませんよ。どうせ水面に誰かの顔が映ったんじゃないんですか。ん？あ、反射で？ C、誰もいませんよ。多分魚を見間違えたんじゃないですか。まあなんかどれでもいいよな。まあ A でいいかな。そこの岩か何か。ああ、そうだな。疲れてるんだろう。まあな、心霊写真もほとんどなんかね、葉っぱの模様とかだったりするもんな。どんな顔だったの？綺麗な女の人？マリが茶化したが、小林さんは真剣に言った。そんなんじゃないんだ。シワが深くて、目の小さい、化け物じみた老人の顔だった。怖いね。あはは、自分の顔が映ったんじゃないの、おじさん。え？マリそんなこと言う子だったっけな。マリと僕が大笑いしたので、つられて小林さんも笑った。はは、そうかもな。ははは。結構失礼なこと言ってるよ。お、いや、びっくりした。入り口の扉についたライオンの顔をしたノッカーを鳴らす。よくあるよね。ライオン。なんでライオンなんだろうね。お、開いた。え、キヨバー？中から腰が90度に曲がったおばあさんが現れた。髪は銀色で、顔や手には深いシワが刻まれている。なんとも控えめで柔和そうな人だ。キヨバーじゃん！久々じゃん！僕はいっぺんに気に入ってしまった。まあいい人そうではあるけども。どなたさんですかの？アビコ竹丸さんにご招待いただいたトールとマリピです。ああ、主人から伺っております。私はアビコからこの館の管理一切を任されとる菱田清と申します。よろしく。本当におばあちゃんかな、この人。わらべ歌編のあの特殊メイク、今思うと結構無理やりだよな。私は、小林さんが僕たちの後ろからおぞおぞと声をかけると、しゃ。清さんはギロリと目を光らせた。なんで？私は実は招待状をいただいておらんのですが、かまいたちの夜の舞台になったペンションのオーナーをしているものでして、事前に連絡をせずに来てしまったんですが、アビコさんにお取り次ぎ願えませんでしょうか。ああ、
でもなんかわらべ歌編だとさ、確かもうここの時点で小林さんのこと知ってたんだっけ。今回はちゃんと知らない人なのかな。小林さんは汗をふきふきそう言った。アビコに会ったらどうして私を招待しないんだとガツンと言ってやる。なんて言ってた勢いはどこに行ったのだろう。それ毎回言ってるな。キヨさんは元の柔和な顔つきに戻っていた。いやーでもなー、これが本当に招待されてない人がいるからきついかもになったのか、それとも小林さんの嫁が岸猿家のなんちゃらだっていうのを分かっててなのか、でもそれ考えすぎかな。アビコはまだこの島には参っておりませんが、お客様が増えることはきっと歓迎すると思いますです。どうぞこちらへ。思いますですってちょっと違和感あるけど、さっき船長さん最終便って言ってたから、だからアビコはどこにいんのって感じだよね。小林さんはほっとした様子で僕とマリピにウィンクした。ウィンクとかする人だったっけな。お、まあトールくん久しぶりね。女の人がソファーから立ち上がった。あ、みどりさん。おー、それはシュプールで住み込みのバイトをしていた篠崎みどりさんだった。あれ、旦那は？旦那いる？以前会った時は年齢不詳で20代のようにも高校生のようにもおばさんのようにも見えた。でも今では年相応の落ち着きが出てきて、どう見ても20代にしか、いや高校生、いやおばさん。おばさんって口が滑っても言うなよ。オーナー、ご無沙汰してます。みどりさんは小林さんにきちんと挨拶した。あら、強子おばさんは？あ、出た強子おばさん。岸猿。いやちょっと強子は用事があってね、来れなかったんだ。用事か。また3日間の旅行とかじゃなく？そうだったんですか。強子おばさんにもお会いしたかったな。いや君が元気そうでほっとしたよ。あんなことになるなんて私も。え？小林さんはそう言いかけて僕の方を見て口をつぐんだ。すまん、つい口が滑って。いいんですよ、トールくんになら別に隠すようなことじゃないから。これ旦那なんかあったのかな。みどりさんは一瞬顔を伏せたがすぐに明るい表情で言った。私、としおさんと結婚したのよ。うん、覚えてる？としおさんのこと。もちろん覚えている。久保田としおさんだ。うん。おーおお、すごい過去作かい。1年半前、僕とマリがシュプールに泊まりに行った時、としおさんはみどりさんと共に住み込みで働いていた。大学6年生だと言っていたが浪人しすぎでしょ。身長は180センチを軽く超えていて、いかにもスポーツ万能といった体つきの人だった。そんなイケメンキャラだったの、としおさん。そのとしおさんがみどりさんと結婚しただなんて、すごく似合いのカップルじゃないか。あ、びっくりした。おめで。マリに胸を肘でズドンと突かれた。驚いてマリの顔を見ると何も言うなと首を横に振っている。あーでもやっぱ敏夫さんなんかあったくさいな、この感じ。敏夫さん半年前に事故で亡くなったのよ。2ヶ月の新婚生活だった。でも楽しい思い出になったわ。しんど。2ヶ月か。2ヶ月なんてこれからって感じなのにね。僕は何も言えなかった。あの健康そうな敏夫さんが亡くなっただなんて。マジか、事故はどうにもならんね。やあ皆さん、しばらくだね。奥から背の高い男の人が現れた。大柄で褐色の肌にひげ面のいかにも海の男風の人だった。あれ、これ三木本さん。ああ三木本、三木本。僕とマリピ、小林さんは同時に言った。やあ、また会えたね。三木本さんは白い歯を見せて笑った。このルートの三木本さんはどうなんだどっちなんだ。彼も例のシュプールでの一夜の間に居合わせた一人で、年は確か30代。フリーのカメラマンをしている。今回は取材を兼ねていてね。ある雑誌に日本のミステリースポットを探るっていう記事を連載しているんだが、この島は謎めいた伝説の宝庫だって言うじゃないか。これだと思ってね。買ったとは言ってないの。へえ、そんなライターみたいなこともしてるんですか。
カメラマンだけじゃ食えなくてね。それに俺は昔からその手の電気メーター話が大好きなんだ。いいじゃん。そういえばここへ来る途中でですね、僕は道々船長さんに聞いたいろいろな話を三木本さんに教えた。ねえ、本当にあったね、そういう話。ふーん、土蜘蛛ね、眉唾だとは思うが調べてみる価値はあるな。トール君の船には他に誰か乗っていた？ いえ、僕たち3人だけでしたよ。船長さんは僕たちの船が最終便だと言っていたから、これで客は全員集まったということだ。え？あ、え？こんだけ？恵子かな子もいないの？加山さんもいないの？え？少なくね？めっちゃ少ないね。精鋭揃いじゃん。あの夜シュプールにいた中で今日ここに集まったのは僕、マリピ、小林さん、みどりさん、三木本さんの5人。僕たちは我々を呼びつけた阿鼻子竹丸という人物が何者なのかを推測し合った。あ、じゃあ三木本さんは阿鼻子じゃないのかな、今回。ここにいる誰も阿鼻子本人とは面識がないのだ。でもこれで阿鼻子として香山さんあたり出てきたらウケるな。か、本当にキヨバーガー阿鼻子か。皆様お集まりでございますね。キヨさんが不意に部屋の入り口に現れた。早速三木本さんが言った。いや、なんかかまいたちさ、やればやるほどキャラに対してどんどん疑心暗鬼になってくのたまんないね。なんかこいつ今回のルートではどうなんだってすごい気になるよね毎回。どういうことです？最終便でも阿鼻子さんは来なかったというじゃないですか。少し遅れておるようでございますが、もうじき参るはずでございますのでお待ちください。キヨさんは全員に深々と頭を下げた。正式なご挨拶がまだでございました。私、阿鼻子からこの館の管理一切を任されております菱田キヨと申します。これから2日間皆様のお世話をさせていただくことになります。よろしくお願いいたします。2回目のご挨拶ありがとうございます。僕たちは一旦部屋に荷物を置くと再びロビーに集まった。少ないね今回。阿鼻子が参りましたらご紹介を兼ねましてお食事にさせていただきたいと思います。それまでしばらく島の様子でも見物なさいませんか？ここまで言ってキヨさんは少し険しい顔つきになった。ただし村の方にはお行きにならぬように。いや、行くって、それ言われたら行くって。絶対行くでしょ。村？それって廃村になった村のこと？そこ虫村ね。僕は聞きとがめた。さようでございます。そこ虫村の後には村人の悪霊が今でも住んでいて、よそ者が入り込むことを嫌うと言いますから。めっちゃ雰囲気出してくれるじゃん。こんなこと言われたら正直三木本さんとか歓喜でしょ。嬉しいでしょ、むしろ。あはは、まさか。僕が笑うとキヨさんは僕をじろりと見た。昔からの言い伝えにはそれなりの根拠があることが多うございます。それに年寄りの言うことは聞くものです。え、そんなこと言う人だった？キヨさん反対する理由もない。なんかみんなちょっとずつ違うな、性格が。僕たちは館を出た。なんかちょっときつい性格になってるよね、キヨとマリピが。空は相変わらず突き抜けるように晴れていて、空気がやたらと美味しい。小林さんは湖で釣りをすると言って釣り道具を担いで行ってしまった。あ、一人で行ったのね、気をつけてね。三木本さんはカメラをぶら下げて山の方に行った。すごいおのおのだな。みどりさんは中庭を散歩している。なんかのんびりしてていいね。どこに行く？少し泳ごうよ。水着持ってきたよね。そうね。でもきっとこの辺の海は綺麗だよ。そこまで見えるんじゃないかな。行こうよ。島だったら海綺麗だろうな。僕はしぶるマリの手を強引に引っ張った。神社の先にある脇道を下っていくと砂浜に出る。僕たちはそこで泳ぐことにした。へえ、水着シーンかな。茂みの中で水着に着替えると砂浜に座ってマリピを待った。できれば館で着替えてから行きたかったな。なんかやだな、茂みで一回マッパになって水着に着替えるのちょっとやだな。
岸壁の先にハーバーが見えるが、今は一隻の船も見当たらない。アビコさんは船を持っていないのだろうか。そうだよね、船乗ってくるんだったら自分の船で来るよね、きっと。今回三木本さんはアビコさんじゃないからな。おう、お待たせ。少し恥ずかしそうに言いながら、僕の前にマリピはピョンと飛び出した。お、水着進化、素晴らしい。僕は今この瞬間ここにいることを神に感謝した。よかったじゃん。恥ずかしいからあんまり見ないでよ。そう言って恥じらう仕草がまたいい。セパレートの水着がスタイルの良さを目いっぱい強調している。セパレート、ビキニってこと。僕の心臓は高鳴り、目はマリピの体に釘付けになった。おう、その時遠くから規則正しいエンジンの音が聞こえてきた。マジ一瞬だったね、天国。だんだん僕たちに近づいてくる。おお、出た出た、この謎の煽り。僕たちは逃げた。ええ衝突。えクルーザーは横腹を岩礁にすりつけ、ガリ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 とものすごい音を立てて止まった。加山じゃん。よう、懐かしい顔ぶれが揃とるな。耳覚えのある声が響き渡った。クルーザーの中から出てきたのは、50歳ぐらいの小太りで赤ら顔の人物。加山さんだった。そっか、加山さんは出てくるんだ。てか危ないんだけど。ひどいじゃないですか、いきなり突っ込んでくるなんて。すまんすまん。正面に低い岩場があったさかい、避けようと思って舵を切ったんやが、間に合わなんだな。今のでスクリューをやられてもうた。しゃあない。明日迎えの船が来たら、あ、これわかんない。引いてもらって修理に出すか。壊れちゃったんですか？そういうこっちゃ。なんせまだ免許取り立てやからな。いや、ほんとなんかちょっともうちょっと謝ってよ。加山さん。でも、クルーザーなんてすごいじゃないですか。高いんでしょこんなの。うわぁ、クルーザーぐらい安いもんじゃ。加山さんは豪快に笑った。今回は三木本さんじゃなくて、加山さんのか。よほど儲かっているのだろうか。とにかくよう来てくれた。歓迎するで。さ、わしの館へ行こうか。マジで加山さんのなの今回。怖っ、どういうことですか。加山さんはニヤッと笑った。そや、わしがアビコ竹丸や。アビコというのはわしのペンネームや。え、絶句する僕たちを面白そうに見つめると、加山さんは追い打ちをかけるように言った。最近のわしにはもう一つの肩書きがある。ゲーム会社チューンソフトの社長や。なんかやだ。僕たちは唖然として加山さんを見つめた。チューンソフトのチューンいうのはスズメのチュンチュンという鳴き声から取ったんや。わしはもともと屋台のスズメ売りから出発したさかいな。人間初心忘ればべからずや。それ本当の話かな。何を言ってるのかよくわからないね。スズメ売りって何って感じだし、スズメ売ってんの。実は前々からゲームには興味あったんやが、別会社を起こして本格的にやりだしてな。そしたら第一弾に発売したかまいたちの夜がいきなりバカ当たりや。かまいたち、最初はこのわしが主人公で、かやまたちの夜というタイトルにしとったんや。どういうことそれ。ところがアホのプロデューサーが間違えよって、そんなわけのわからんタイトルに なってしもうたんや。いや、ナイスでしょ。まあ物が売れれば何でもええけどな。とにかくあれはもう儲かったわ。今度2も作ろうかと思っとるぐらいやで。もう2出てんだよ、うらやましい。念願の別荘も買えたし、人生何が起こるかわからんな。ほんでゲームの素材に使わせてもらったお礼に君らを招待したちゅうわけや。残念ながら敏夫くんはお亡くなりになっとったし、 OL たちは仕事があってあかんらしいが、君たちが来てくれて嬉しいわ。あれ、ってか夏美さんはいないの。でもどうして小林さんは招待しなかったんですかね。わはは、そのことか。
勝手にゲームの舞台に使ってもうて怒っとるんちゃうかと思ってな。へえ、その辺気にする人なんだ、加山さん。おじさん来てますよ。マリピが小声で言った。え、怒っとったか。それどころかいい客寄せになったって喜んでました。いやでもなんか招待しないことは怒ってるけどね。ああそれなら安心や。後で謝っとこ。逆に加山さんがちょっとマシな性格になってんのかな。 OK、 じゃあ結構長いことやったので加山さんがアビコだということが分かったところで一旦区切りたいと思います。加山さんがアビコだっていうのがなんか一番嫌だなっていう感じがして。逆にね楽しみですね。はい、ありがとうございました。